ね、これは失敗しようがないの。使う材料は、練乳、牛乳、いちご、オレオ。でも、オレオのオレって、いちごオレ。オレオうま。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。やべ、お腹空いてきた。ジュース作るか。いただかねえよ。男の一人暮らしなんてこんなもんだろうが。はい。というわけで、本当に今日思ったからやります。ジュース作ります。ジュースって知ってますか？俺が引っ越した時からね、なんか母さんにもらったミキサーがあって、こちらです。じゃん。パーソナルブレンダー。ホームイージー。こちらを使ってね、ちょっとジュースを作っていこうかなと思っております。ね、これは失敗しようがないの。で、今日ちょっと、上野で果物とかたくさん買ってきましたら。ああ、もういいや。これ多分いいやつなんだよね。というわけで、果物たちをたくさん買ってきたの。俺果物は全然食っていいから、皆さんに紹介していきます。じゃーん。まずは、はい、オレオ。これ使うかなと思って買ってきました。はい、次ドン。はい、種なしぶどう。キウイフルーツ。サンフルーツ。これオレンジかな。リンゴ2つ。いや、これ、ちょっと待って。絶対うまいやん。いちごと。フルーツとは違うんだけど、トマトもいいかなと思って。トマトも買ってきちゃったわけ。で、ちょっとね、これ、ダースのチョコレートね。ゴディバとかさ、スタバとかに売ってるようなのも、ちょっとチャレンジしようかなと。フルーティーだけではない。はい、ここら辺は上野で買ってきたんですね。パイナップル！すごいでしょ？これもうそもそもね、さばいてみたいなと思って。俺こいつ見た時思ったもん。美味しそうじゃなくてさばきたいっていう。そっちの願望。え、ブルーベリーですね。というわけで、やっていきたいと思います。今日新しい飲料水が生まれる。使用方法。ボトルキャップを半時計回しに回し、取り外します。文字が多い。ちょっと文字が無理や。これでも多分いけるでしょ。さて、一発目、いらっしゃい。いらっしゃいませ。お姉さん、いらっしゃい。一杯目何にしますか？材料を言ってもらえば、それに準じたベストな、ジュースをお作りいたします。いちごミルクがあって飲みたい。はい、わかりました。今からいちごミルクをお作りいたします。少々お待ちください。当店のおすすめ言いましたっけ？言っていない。お目が高いですね。当店で一番のおすすめのメニューはいちごオレとなっております。というわけで、いちごオレを作っていこうと思います。使う材料は、練乳、牛乳、いちご、オレオ。オレオいるから、オレオいらないか。でも、オレオのオレって、イチゴオレ？イチゴオレってなんだっけ？待って、イチゴオレってなんだっけ？とりあえず作っていこう。牛乳を適量入れます。え、これ切らなくていいのかな？切った方が美味しそうだよ。ちょっと待って。成功させたいから切るね、俺。それこそまたメイドインアビスみたいなのできちゃいそう。ヘタを取っていきまーす。あ、てか俺、そうや、思い出した。クズハがやってたな、イチゴオレ。確か、クズハのオレ、イチゴオレって、果肉と牛乳だけみたいなイメージ、なんか、見た目だったから、オレを多分いらねえな。いきまーす。えい！おすげえ。ええー、これ絶対うまいやん。これ絶対うまいやん、こんなもんは。練乳を入れます。
練乳の味とか忘れたぜ。久しいなお前。ぬるい。え、ここに氷入れるの本当？ねえ、ちょっと待て。お前ら本当か？最近お前らちょっと信じれないからな、マジで。でかくね？でかくね？とりあえず行ってみようか。行きまーす。はい。怖いな、なんか。大丈夫か？ちょっと飛び散ってるよ、俺。ちょ、大丈夫？おー！真っピンクだよ、見て！いただきます。あー、そうなんだ。ちょっとね、味が薄い。いちごをちょっともっといっちゃう。いや、贅沢すぎ。これ一パックさ、これ一パック300円くらいだよ。こんなもん。さっきよりも色が濃くなった、ほら。ね、俺こんな飲みきれないってどんどん量増してくんだけど。多いよ。おい、こんな多くなっちゃった。え、まだ甘みが足んない。え、すごいな。ジュースって、そんなに砂糖入ってんの？俺相当入れたつもりだったんだけど。チョコ入れてみていい？いや、オレオの方か？オレオの方が苦味があるかな？オレオの方がビタークッキーだもんね、これね。オレオうま。オレオちょっと一かけら入れます。これで、多分食感もちょっと増すと思う。なるほどね。足りない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 。全然足りなかった。この。え、ちょっと待って。あれ？大丈夫か？オレオが出てきたか。なんか、オレオ。なんか酸味が足んねえなー。ブルーベリー行こう。なんかちょっと、なんだろうね、甘いんだよね。ブルーベリーは合うと思う。ブルーベリー合うと思う。ブルーベリーちょっとたくさんいっちゃおう。これで完成させたい。これで完成させたい。今入れたものが、いちご、練乳、牛乳、ブルーベリー。いちご。いちごいったか。いただきます。乾杯。うまい！うまい！やっぱ、ブルーベリーといちごってすげえな。ベリーベリー。わあ、うまっ。いちごだけだと、全く甘み、なんか甘みしかなくて、甘ったるかったんだよね。牛乳も結構甘い感じだし、イチゴは甘い感じで、ブルーベリーを入れたことによって、酸味が増されて、いい感じ。戻ってきた。牛乳によって消えた酸味が戻ってきた。オレオはいらん。ということで、一杯目、ベリーベリーオレでした。会員、ありがとうございました。お客さん、二杯目どうしますか？何の果物を使ったジュースが飲みたいですか？どうですか？何の果物を使ったジュースが飲みたいの？パイナップルですか？パイナップルを使ってジュースを作っていきたいと思います。
さて、パイナップルとはどうやって切ればよろしいんでしょうか。まずもってだ。魚を通った俺からすると、世の中のなんかそういう捌くという過程が全て簡単に思える。まずは下手じゃろ。すごい、ほら見て、ほら、はい、皮がむけました。これ縦にガッといっちゃいます。はい、おお、うわー、かぶりつきてーけどジュースじゃなくて良くなっちゃうよー。くわ、食いてー、うまじょー。芯な、え、パイナップルって芯あんの、え、あ、確かに缶詰のやつって硬いか。あ、缶詰ってあれじゃん、輪っかになっとるやん。ちょっとこのままいってみていい、一回このままいってみようぜ。ただのパイナップルジュースだけど、これ多分パイナップルがそれがフェイクなんで、危ない、やばい、お水が足んない、これお水が足りてない。待って、水はちょっと良くなくない、え、本当に水、パイナップルジュースちょっとだけでいいよ。はい、こんぐらいだったらまだ許容範囲。いや、もうできるだけ水なんて使いたくねえよ、俺。これね。いけ！ OK、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 次、次、次。水分は出てくるからね、果物から。これはちょっと、入念に行くわ。ダマがもう残ってほしくない。うわぁ、これね、ちょっと待って、おお、もう芳醇な香りがこちらまで来ております。パイナップルのこういう良い匂いが、いただきます。尋常じゃない、やば、なにこれ。あのね、ちょっと待って、一回こします、これ。こす。あのね、不純物がすごい。なんかね、繊維質なものと、それこそなんか皮みたいのがね、結構残ってるんだよね。すげえな、ジュースって。絞ってるだけじゃねえんだ。おお、全然違う、全然違う。いただきます。やばい、やばいんだけど、これパイナップルジュースやばいぞ。うんま、こういう刺激がありすぎるのがようなないような、ありすぎるようなないような、このパイナップル独特の酸味が喉を取り抜けて、おいしい、最高、おいしい。
手作りジュースおいちい。というわけで、すいません、突発的ではありますが、今日のお昼にジュースが飲みたくなったんで、急遽チートデーにして、ジュースを作っちゃおうデーにしちゃいました。今日の私の、料理配信か、これは。これで終了。お疲れ様でした。おやすみなさい、皆さん。よく寝てね。